はい、こんにちは、グリードです。今日はアメリカで行われた COD モダン3先行イベントの、COD NEXT の様子を Vlog として撮ってきたので動画にします。今回の遠征のメンバーはラッシュのウィンレット五郎とで、ウォーゾンモバイルの発表もあったので、 COD モバイルからケイシンさん、チンプロ先生と IQ さんと行きました。カフェでー何乗ってんだ。何見てんの？それ何ムビ？出発前にツルトンタンでみんなでご飯してきました。今回ね、日本代表で行くので、でしかも後輩2人連れてのアメリカだから、ちょっと真面目にね、あんまりねはっちゃけすぎないようにね、行ってまいりました。ということで今から飛行機乗ります。あ、すごい2カメだ。乗りまーす。じゃあ行ってきます。グリノーが必要くない？いや、グリノーが安いな。まあ、暗いからってのもあるかもね。ホテル着きました。なんかすごいすごいベッドだな、これ。テーブル、どんなテーブルやねん。デザインがすぎるやろ、これ。利便性を先すぎているんだろ、これは。お邪魔します、お邪魔します。おお、全然ぐちゃぐちゃにしてるよ。おお、もう清掃してくれる前提。ワイヤーのベッド1個やわ。あ、そうそう、でかいけど。ダブルの部屋とツインの部屋があるらしい。前めっちゃいいね、ここ。このラウンジ使い放題は最高じゃない？ラスト。じゃじゃーん、今回のイベントでいただいたグッズたちですね。史上最多かもしれないです。何かわからないものがいっぱいあるんだけど、ゾンビだったり、モバイル用のアタッチメントだったり、これはね、靴だね。シューズ。靴じゃねえよ、なんだこれなんだこれ。え、前回のドクロといい、またドクロなんだけど、何これ。え、靴って聞いたんだけどな。で、なんかバッグだったり、これはマウス、なんだろう、違う、時計だったりとか、あとは T シャツとフードだったり。じゃん、このバッグほんといい、質感がすごい高級感ある。なんかもう普段使いできそうだな。マジこれどうやって持って帰れって言うんだろう。今は朝の8時かな。で、これから、ゴロとミレット連れて、ちょっとご飯、朝ご飯行ってきます。いや、ご丁寧に書いてあったね。ブレックファーストって。グレージングジュースって書いてあったな。ああ、カウンター入ってんだけど。逆、本当だ。これはもう粉か。普通にオレンジベーコン。頭悪いね、本当に。頭悪い。おい。どうした？頭悪いとか言うなよ。じゃあフルーツいっぱいや。フルーツ多め。はい。ミック。かわいい。なんでアボカド残してんの？こう落とした。残すなよ。落としたから仕方ねえ。この日はあの COD スタジオであるトライアークのスタジオに行って、ゾンビモードをね先行プレイしていきました。ちょっと録画の方は撮影禁止だったんですけど、ファンだったら嬉しいあのアイテムの実物がたくさん置いてありましたね。この日のランチはね、あのトライアークのスタジオでいただいたんですけど、なんか特別メニューというのかな、招待客限定メニューが並んでて、もうものすごく豪華でした。味ももちろんすごく美味しかったんですけど、あの COD カクテルなるものがあって、あのブラックオプス COD ワールドアットウォーみたいなのをトライアークのスタジオのあの COD の名前が書いてあるカクテルをいただきました。
この日はね、海外の、ゲームショップに行ってきたんですよ。で、本当にね、日本と全然違うことに驚きましたね。で、子供向けはやっぱり任天堂なんですよ。アメリカでも任天堂はすごく強くて、まあ、ここは日本と一緒だなって思いましたね。ただね、その子供向け以外のゲームっていうのは基本的に Xbox で、その時こう大々的に売ってたのが、COD とディアブロでしたね。日本だったら考えられない。られないねタイトルだけど、本当に文化の違いを感じましたね。これは何だ？今めっちゃ光っとる。すごい。ちゃこちゃいろいろ。1時間ぐらいですけど、はい、何かありますか？何かありますか？どっか行きますか？どっか行きますか？どこも行かないかな。天気が良いです。あのウィンレットから伝えたいことがある。なんで伝えたいこと？いや、今玄関の前でさっきすれ違った女の人がめちゃくちゃ可愛かったっていうだけだけど、何か何かアメリカに来てそんなんばっか見てるって言われたけど、別にそんなばっかじゃないし。だから身長がないからダメだ。まあそんな日もあるだろう。やっぱアメリカ180以上ないとダメなんだって。マジかよ。あんまスタバっぽくない見た目だね。なんかアメリカのスターバックス。アイスト、パンプキンクリームチャイティーラテ。400人。ちゃんとでっかいバスだ。前回何だったの？いや、なワゴン的なやつ。今写真撮っていいけど、多分投稿はまだしていかないと思います。こんにちは。 COD NEXT 当日です。まだ朝の6時出発なのでまだ真っ暗なんですけど、このユニフォームとモダンスリージャケットで今日は行きたいと思います。よし、行こうか。朝6時。
久しぶりだね。いやこの森田ね、別に悪くはないんだけど大きいからね、ここまで行くと無理だ。文句ありますか？文句はないな、やってみて。いや大きすぎる森田が無理だ俺。これちょっと離れて、今回は離れてやるわ。ちょっとだけ。え、ダミネットじゃないじゃん。そう、え、武器何作った？武器ストライカー、サブマシンガン。ああなるほどね。すごい寿司が来た。これ寿司らしい。これ寿司ですからね。寿司なの？寿司ですよ。寿司ではない。見えない。だって上に乗ってるのはほぼアメリカのジャンクフードですもんね。それ撮ってもらっていいですか？ファンタスティーローです。めっちゃ綺麗だ。おもろすぎる。いただきます。シャティスこうやって。いろんなやつで。いいよ。食べていいよ。いただきます。わさび入ってないよな。待って、マジでうまい。待って、マジでうまい。何だこれ。いや、おもろいな。これもマグロかな。これも食べたいな。エビ乗ってます、そして。はい、というわけで以上が COD NEXT の様子でした。このイベントが終わった次の日の朝、もう6時とかにね、ホテル出て日本に帰ったんですけどね。見返して思ったのが、自分撮ってるよりウィンレット撮ってる時間の方が長かった気がします。まあ去年も COD NEXT 行ったんですけどね、全世界から400人のストリーマーを呼んで、全部 2PC 環境で、で、ホテルもすべて用意して、いや、本当にお金のかけ方がアメリカだなって思いましたね。規模感が全然違う。毎回アメリカ行って思うのが、COD って本当にアメリカの国民的ゲームなんだなって思いました。やっぱり温度感が日本と全然違う。入国審査の人も COD プレイヤーだったし、やっぱ COD が結構至るところで、もうゲームショップでも大々的に売ってるし、日本でいう本当ポケモンに近い立ち位置のゲームなんだなって改めて思いました。正直に言ってめちゃくちゃ羨ましい羨ましいなーって思いますね。まあいつか日本もなんか久しぶりにこういうイベントがあると嬉しいなーって思ったりしますけど、まあモダン3非常に楽しみですね。皆さんもぜひ製品版になったら僕も動画投稿ガンガンしますので、よろしくお願いいたします。メンバーの登録もねぜひ概要欄に貼ってあるのでよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。